計画パラメータはリスケジュールを実行した時に行われる処理のことです。計画パラメータは様々な処理を行うコマンドで構成されています。ここではコマンドについてデフォルト計画パラメータの内容を見ながら学習しましょう。計画パラメータに登録されているコマンドはコマンド編集ダイアログで確認できます。デフォルト計画パラメータは以下のようなコマンドが登録されており、 見スケジュールを実行すると上から順に実行されていきます。では、それぞれのコマンドの動きを見ていきましょう。オーダー収集。オーダーテーブルに登録されているオーダーをこの後のコマンドの処理対象にします。オーダー絞り込み。必要に応じて不要なオーダーを除外します。割付解除。割り付いている作業が割付解除されます。 ここまでを実行すると、すでに割り付いている作業が割り付け解除されました。大田ーー展開。大田ーー展開コマンドを実行すると、大田ーーとその品目のマスタから作業を生成します。このように対応している工程の作業が生成されました。生成された作業がこの後割り付けられていきます。実績作業割り付け、完了、着手済み、 確定、指示済みの作業が割り付けられます。固定作業割り付け。手作業で移動するなどして固定された作業が割り付けられます。実績制約作業割り付け。固定制約作業割り付け。これらは資源ロックオプション、重なりマックスオプションを使用する場合に必要です。オーダー割り付け、紐付け。ここで新しく生成された作業や、実績の登録されていない作業が割り付けられます。 割り付け方向などの設定は次の計画パラメータで説明します。アジャストメント。計画基準日時よりも過去に割り付いた作業を計画期間内に強制的に割り付けます。もし強制割り付けされてしまったら、稼働時間や作業の並び替えを行いましょう。スケジュール評価。実行すると納期遅れ製造オーダーの件数や段取り時間の合計を確認することができます。 負荷やリードタイムなど、スケジュール調整に活用しましょう。実行する計画パラメータは、コンボボックスで切り替えることができます。必要な計画パラメータを登録して、切り替えて使うなど、スケジューリングに活用しましょう。コマンドの詳細はこちらのページをご覧ください。